パラッツォ・アドリアーノはイタリア共和国シチリア自治州パレルモ県にある人口約2000人の基礎自治体。この村は映画ニューシネマ・パラダイスの撮影地として知られている。標準イタリア語以外では以下の名称を持つ。シチリア島西部の内陸部パレルモ県南部に所在するコムーネでアグリジェント県との境界にあたる。パラッツォ・アドリアーノの町は コルレオーネから南東へ 16km、リベーラから北北東へ 22km、アグリジェントから北北西へ 45km、州都、県とパレルモから南へ 48km の距離にある。コムーネの領域は南北に細長く、かつ複雑な形状をしている。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、括弧内の AG はアグリジェント県所属を示す。 この町が最初に記録に現れるのは、シチリアハクルジェーロ一世の地下のことで、カサルオリオネムとして言及される。1243年の記録では、この集落についてより詳しい情報が記されている。これによれば、現在のパラッツォ・アドリアーノを構成する一帯は、30以上の荘園からなり、サンタ・マリア・ディフォ・シノバ修道院から退釈が行われていた。 国立統計研究所によれば、2001年、国勢調査時点での居住地区別の人口は以下の通り。この村では1988年、ジュゼッペ・トル・ナトーレ監督の映画、ニューシネマ・パラダイスが撮影された。シチリア島西端のマルサーラから、内陸の小町村を東西に結んで、サレルノ県内陸部のレルカーラ・フリッティニータル、SS188 が、 パラッツアドリアーノの集落を通過している。ありがとうございます。